ごめんなさい、マジでもう。いや、マジで申し訳ないわ。マジで俺、ジョン君戦は超自信あったから、負けへんと思ってんけどな。いや、マジで申し訳ないねんな。今回の作戦が、俺が、まあ、フードさん結構嫌で、で、残りの人たちには僕、めっちゃ相性良かったんで、まあ、そこ、フードさんを先に連れたら20ポイント取れるなっていう作戦だったんですよ。だから、その作戦的には、もうオーダーは全勝ちだったんですね。オーダーは読み勝ってて、で、俺、ジョン君に野試合結構やってて、マジでめちゃめちゃ勝率良かったんですよ。で、やった感覚、まあ、そこまで用意、ジョン君もそこまで用意している感じではなくて、まあ、多分もう10ポイントでも取ろうっていう感じやったんやなって思ったんで、まあ、いけるかなって思ってんけどね。マジで。ジョン君粘ったね。粘ったし、俺のミスあったしで。もう終わってたわ。これ出んかった。まあ。しゃあない。これ繋がると思わなかったからやらなかった。まあ頑張るかって感じだな。いや、ここちょっと3ゲージ全然たまらんかったから、ちょっと間違えたな、ここは。いや、これ運が良かった。いやー、ここ20ってか、むしろ20取ってなんなら1先勝ってたら並んでたからさ、魚群戦勝つっていうだけでも良かったんやけど、向こうも10ポイント取れたらいいオーダーで来るから、マジで申し訳ねえ。40取るしかないよね。いや、ここら辺も読み勝っててんな。マジで読み勝っててんな。いけるわって思ったな。で、まあ、とりあえずラッシュ見つつ、ここは差し返しとか。そう、ラッシュ見つつ、ドライブゲージを回復。で、回復したからドライブラッシュを使う。ドライブゲージ使う。で、削り切る。っていう感じのプランやったんで、ここら辺はまあ、良かったね。いや、金曜日我々毎回040やねんな。金曜日 CAG 弱すぎひんか？俺のせいやねんけどさ、今日はほんまに。マジで先輩やねんけど。いや、マジで 自信あってんって。いや、もう動けえやん。見てや、止めまくりよ。もう何もさせてないやん。間に合って、中央通る。パリしてたんやな、これ。ジョン君。なるほどね。いや、これはまあ。OK。てか、グラップしすぎやな。うまい。勝ちたいインパクトでした。この辺はまあ。ラウンド余裕あったんで、見せるだけ見せましたね。背中で通る。いや、俺これ中足潰しやってんけど、負けてびっくりしたわ。負けるんかよ、この子。これはしゃあない。まあ、これはもらっといていい。オッケー。これラウンド当たらなかったね、マジで。いや、もう、これはね、たまにあんねん。俺は最速でやったつもりやった。最速って思ってやった。じゃあ最速じゃなかった。なんで？あれ、1フレ遅かったら繋がんないんですよ。だから多分構え1フレ遅かったんでしょうね。いや、マジで最速で回したつもり。もう意識した。ミスったあかんから最速で回そうと思ってミスった。わけわからん。無理や。あれ、しゃあない。いや、もうここは、結構、なんか風を、飛び道具じゃなくて、有利なやつあるじゃないですか。あれを、結構、破山で釣ってくるんですよ、ジョン君。それにダイパンを合わせようと思ったんだけど、それを全くしてこなかったね。弾のみやったね。うん、ここも良かってんな。いや、いけそうよね、でも流れ的には。全く問題ないのにな。全然落ち着いてんの、まだここは。全然勝つの流れやねんな。いや、今のラッシュで攻めてよかったな。まあ、これは俺の悪い癖やな。これうまかった、ジョー君。まあ、しゃあない。これラッキー。いや、読み勝ってる。で、ここやねんな。で、毎回回しててんけど。え、出んかってん、これ、まず。これ。なんで出ん？ちょ、待って。なんで？これで出えへんの？
いやーもうごめんってマジで、これここで出んかったのにテンパったよな。ダイヤ神確定取れると思ってこれやってん、届かんかってん、これこれ確定なんすよ、ま、追突で中足の方がリーチが長いから、これ正解は中足なんすよね、ちょっとだけ長いから。でもいや結構めり込んだし、あこれはさすがに追突届くやろと思ってん、これ届かんかってん、これ距離がほんまにドット足りひんかった。あ正解は中足でしたね。でこう差し返し見せたやろ、この辺で結構焦ってんな。見てて、まあ、ここは投げ捨てていい。であのジョン君はもうこの場面スカッシュしかないから、もうしゃがもうって思っててんけど、しゃがんで遅かったっすね。ここの場面マジで技見えたら絶対しゃがんで OK やったのに、それは元から言われてたから、しゃがむ気満々やってんけど、しゃがまれんかった。40-0は可能性ある。可能性というか抜けっす。40-0で。抜け角っす、次。行ってもつらい。で、これ、破産したんよね、開幕。なんで出えへんの、これ。うわ、斜め入ってないわ。マジかよ、もう。えって。もうちょいレバー柔らかくした方がいいんかな。運がいい。これは OK。これしゃべる。これ持ち着いてるねんな、ちゃんとイヤッフー聞いてできた。うん、いや、マジで落ち着いてるねんな、言うてこの辺え、かなり落ち着いてるやん。中足にしっかり勝利返してるし、よかってんけどな、マジでよかってんけどな、言うて。やっぱこれうまい、マジでうまい。でこれミスってくれたジョン君も焦ってる。いや、いけそうで、割れそうやからちょっと何か当てたいなっていうところに、まあ、とりあえず飛んだ無理で、ジャスパ取ってまあいける、お願いジャンプ無理で、これああもう積んだって思ったね。ここはまあしゃあないなと思って、まあ、投げでも死ぬし、まあ、これどうなっても無理なんで、でまあここはとりあえず芸術買うよりワンチャン暴れで通ったらいいなぐらいでコパンをしました。もう積みなん で次のラウンドしっかり対空下がって出せてる、多分勝ち急ぎで打つやろうと思って読めてる。読み勝ち、読み勝ちで、ここでね俺検証客やってん、もう訳わからん訳がわからん、おめなんで飛んどんねん、ここえたくそかよ、誰やねん、俺や、うまい、言うてうまい、まだうまい。いや、打ってくれんかなって思って打ってくれた。オッケー。で、ライン上げる。まあまあ、しゃあない。投げる。バリー。これよ、ここよ、マジで美味しい、来たって思ってん、これ。で、破断臭。あ、ゲージあるからゲージ技使おうって思ってん。チューパン100列ってやったつもりやってん。上入ってん、これ。なぜか、真上。で、この後、俺は、まあもちろん3ゲージ回しててん。いや、絶対3ゲージやねん、ここ。なんか上入ってん、ここ。なんで？多分ね、レバーって回すと、上にポンって跳ねんねん。だから、多分ね、回してすぐにこう、竜巻行こうと思って上跳ねたっすね。たまにあんねん、これ。いや、だから多分これレバー跳ね気味やねん。上は硬く、下は柔らかくなるんかな。で、これや。あ、やばいと思って勝ち急いでん、ここで。じゃあ、ジャストパリーよ。上見たら、あ、やばい。これ、負けの流れやと思った、この後。これ終わりやんってなった。でもまあここしのげたらと思ったら、そうで、あのハッケの練習してんけど、ここイーグルスパイクでしたね。あの突進してくるジャラジャリ呼んで、ここはハッケ3ゲージしようと思いました。ここハッケしてほら回してるんですよ一応。でハッケ3ゲージってやればここはリーサルやったんで、それを狙ってた。ただこれはジョン君が読み勝ち。で、この後よね。いやーもう。で、ここ迷ったのが、絶対に様子見してくるなと思ったから、中足100列3ゲージ入れようと思ったんですよ。ただ、心が弱くてファジしちゃった、この後。いや、もう負けやから。うん、ここ、もう最速中足入れようと思ってん。で、ファジコパンをして、負けたって感じですよね。この負け試合は、完全に SA3 出へんかったところが、マジで負けでしたね。めっちゃビビった。ビビってコパンいってもうたって感じやね。いやー。
いやでも百裂のあれはね、たまにあるんよ。大会で起こるから、多分俺手震えてんのかな。なんなんやろな。このゲーム結構やっぱ漏れやすいからさ、どうしてもしっかり入力する癖をつけないとダメですね。ほんまに。こっちに行ってもよかったね。なんなら全然で後ろ下がってゆっくりでもよかった。判断ミスだよな。3ゲージ出えへんかったっていうのもあるけど、バーンとするかどうかで迷って勝つって感じだったから。ああもう、はあ、4分戦頑張ります。やれるだけやります。